らかってんだ。俺の話は尻尾から聞いてるやつもいるかもしれないけど、俺は尻尾の先輩、同じ高校だったんだ。尻尾が言ってた話では、俺が先行の山内を傘で殴ったって言ってたみてえだけど、というわけで、シップは何やら一人用のアナログゲームっていうのを作ってるらしいが、俺は今回ザ・魔界の使者戦闘へ行くっていう4人用のゲームを作った。3人でも5人でもねえ、4人だ。見てみろ、このゲームは魔界から這い出してきた恐ろしい魔界の使者が、闇の仕事の数々や光の騎士たちとの壮絶なる戦いに傷つき疲れ、その疲労を癒すための奇跡の救い、戦闘に出会ったという壮大な物語なんだ。俺はそれを4人用のアナログゲームにしてやったんだよ。じゃあこの4人用アナログゲームを簡単に説明するぜ。ザン、これが恐ろしい魔界の使者だ。このゲームでは4人のうち2人がこの恐ろしい魔界の使者の魔界チームとなる。そして闇からの指令、闇の儀式、怖いね。そして暗殺、災い、これらの恐ろしい闇の仕事の数々をこなしていくんだ。そうすると、ま、これが今回のゲームのテーマだが、この魔界の使者たちが恐ろしい仕事をこなすことによって、これが俺が開発した魔界カウンターだ。見てみろ、魔界ポイントが、ゼトル1ポイント、そしてまたブンブン2ポイント、そしてさらに闇の仕事が行われることによって魔界ポイントが3になると、魔界の使者たちの闇の仕事が完成される。これが魔界の使者たちの目指す目的だ。しかし、恐ろしい闇の仕事の数々をこなしていけば、いくらや魔界の使者たちと、逆だ、魔界の使者たちといえど、やはりその壮絶な仕事には疲労が溜まっていくんだ。どんな疲労かといえば、腰痛、肩こり、そして冷え性。これらの恐ろしい疲労からは魔界の使者たちといえど逃れることはできねえ。そして4人のうちもう2人、この2人がなる役とは、ザラー、光の騎士だ。つまりこの魔界の使者戦闘へ行くという4人用ゲームは、2人の魔界の使者と2人の光の騎士たちとの壮絶なる戦いなんだよ。そしてカードの中にはトゥギャザーカードと呼ばれるものがある。これは魔界の使者だろうが光の騎士だろうが、誰かが使うと4人全員に効果するという特殊なカードだが、その一つを紹介しよう。これだ、みんなで湯船。これを発動させると、魔界の使者だろうが光の騎士だろうが、みんなで湯船に浸かることになるんだ。トゥギャザーカードを使うときは必ずこのカード名を叫ぶんだ、みんなで湯船。そうすると他の3人はイエーイと叫ぶんだよ。他にもトゥギャザーカードにはこんなカードがある。みんなでサウナやってみよう、みんなでサウナ、イエーイ。トゥギャザーカードにはみんなで水風呂もあるし、みんなで背中を流そうというカードもある。まあ他にもいろんなカードを紹介したいところではあるが、例えば波動、魔王降臨といった恐ろしいカードから、足つぼマッサージ、コーヒー牛乳など、戦闘にちなんだアイテムもたくさんある。おっと、ここより先は金を払ってやっただけが知ることを許されるのだ。というわけで、このとてつもなく恐ろしく面白そうな魔界の使者戦闘へ行く、これが今度のゲームマーケット2016春でセブンキューブから発売されるんだ。お前たち、これを買って見事魔界の使者たちに癒しを与えてやってくれ。以上、平田先輩からお送りしました。 Thank you.